えー、皆さん、本日も「フライデーブランニュークルーズ」をお聴きいただきありがとうございました、えー。暑いですよね、なんか台風が来てるみたいですけど本当になんか今までの台風とは桁が違うみたいです、九州地方の皆さんね、気をつけてください。今週はね、えー、草野球を2試合やりましてそのうちの1試合で、あのーまあ、ちゃんとあの審判を頼んでるんですよ。でまあ プロ,まあ、プロというかボランティアの方なんですけど、まあ、ちゃんとした審判を、えーまあ、交通費ぐらいの程度のお金を払って来ていただいてるんで、えーまあ、顔なじみの審判さんなんですけどねその人と、まあ、初めてちゃんと話をプライベートの話をさせていただいてあの試合が終わった後にあのにお仕事どうですかって聞かれたんでいや僕、ブライダルの仕事やってるんでもう全然だめですよ。 多分来年ぐらいまではこの調子かもしれないですって言ったらその審判をやってる方もいや僕も本業ちょっと音楽関係やってるんでダメですね全然え音楽関係って何やってらっしゃるんですか普段って言ったら「あのトロンボーンのねあの奏者普段トロンボーンをプロで吹いてる方らしくて普段プロトロンボーンなんだけど」 休みの日はボランティアで草野球の審判をやってるって、なその横顔というか素顔ってのは分からないもんですよね、で今日ねあの、テーマはクラシック音楽だから、き、まあ、昨日のトロンボーンからつながってるのかなと思ったんですけど、えー、今日ね、ちょっと難しいテーマで、まあ、クラシックっていうの、好き嫌いとかはね、得意苦手ってあるじゃないですか、難しいかなと思ったんですけど、もう,もう本当にこと、きょもありがとうございました、いっぱいいただきました。 横横、えー、さんはね、以前ピアノで好きな幻想即興曲を弾いてましたとマジか僕はあのピアノ、まあ、自分でも弾きますけど幻想即興曲は本当に憧れですね昔習っていたピアノ教室でその発表会の大取りが毎回幻想即興曲一番上手い人がその教室の中で弾くっていう、まあ、その教室のルールっていうかがあって 幻想即興曲は僕にとっては特別な曲ですよね、あのリスペクトしましたよ、横,横さん、えー。あとはね、これ、デリさんね、だ娘さんとか息子さんにピアノを鳴らせていて、ピアノの発表会の時って、そのホールにあるピアノを使うから、普段の教室じゃないこう高級なピアノで弾けるんですよね、だからベーゼンドルファーとか、スタインウェイ、知ってます めちゃくちゃゃく1台、本当1000万ぐらいするようなピアノもあるんですよ、だからピアノのロールスロイスって言われてて、で水戸の,、ね、あの自由が丘ってとこありますよね、50号のところに、あそこに、ね、ピアノ屋さんがあって、あのスターウェイを専門というか、いっぱい置いてある、で僕、それね、50号取るの、あちょっと寄ってみようって寄ったことがあって、こう触ってみたりね。いやーこれ 何百万もするんだなでもあの僕ねスタインウェイ弾いたことがあって今ねあのスタジオノアっていう,こう歌詞スタジオにスタインウェイが弾ける部屋があってそんなにねあの高くなくて1500円とか2000円1時間払うとスタインウェイを弾けるんですよ、ねえー、でもデリさんも本当にジャンルが広いよねうんカエル家イさんは、まあ、昔ピアノレッスンやってたんだけど こうレッスンに行くのが辛くて辛くてで、まあ、怒られるじゃないですか、ね、そうするとそのピアノのレッスンの帰り道に泣きながら自転車をこいでいたらお姉ちゃんに発見されて「どうしたの?」って聞かれて、ね、そのピアノのレッスンが辛いって言えずにね「寒かったからだよ」っていうふうに強がって答えたっていう子供心の思い出分かりますよねなんか今,今の時代ってどうなんでしょうね やっぱこう大体怒られたりレッスンが嫌で厳しくて習い事とか特にピアノとか楽器ってやめちゃうケースが多いけど今の先生ってどうなんですかねちょっとね残念なトラウマですよねガッ、えー、ちゃんもね4歳から中学校3年生までピアノをやっていたという今はまあドラムですけどね今ドラムやってらっしゃるんでしょけいこちゃんは「耳を澄ませば」という映画を見てバイオリンを弾きたくなりました 悪いいこと言わないバイオリンはやめといたほうがいい <laughs> あとナイツさんは高校時代の吹奏楽部仲間中澤くんのお話亡き王女のためのパバンのホルンソロの話もね結構ちびまる子ちゃんの1話に出てきそうなちょっと面白い話ですよねルンルンルミちゃん水戸芸術館のパイプオルガンを弾いたことがあるってでもあの水戸芸術館ってそういう 一般の方々にねパイプオルガンの弾き方のレッスンやってたり体験やってたりするんでもしあの知らない方はちょっとホームページ見ていただくと多分またやると思いますよ、僕も本当にね1回弾いてみたいんですよパイプオルガンバス小僧さんは、えー、教育実習生、研修生が腸がつくくらいの美人研修生で顔立ちもよく痩せ型で胸が大きくて授業中、顔と胸ばっかり見ていました。<laughs> これ もうよしナイスあと鹿ちゃんは「第工ねベートーベンの交響曲第9番いわゆる「第工のことを家を作る時に聴く曲なのかなと思ってました <laughs> でもそう思ってた人いるんじゃないたくさんエリア51さんねチューバをやってたんですね吹奏楽部でうん結構みんなやってんのね海んのおばちゃん はえー、おにに子供たちが音楽教室に通っていてエレクトーンが家にあったとエレクトーンってあの当時、子供の頃はなんかちょっと僕の中で本当申し訳ないねでエレクトーンとかってバカにしてたんですけどあれ最近、YouTube で「ルパン三世」を演奏しているエレクトーンの人の動画が載ってていやーびっくりしちゃってちょっと皆さん見てください「ルパン三世エレクトーン」で出てくると思うんですけどえこんなことできちゃうのっていうなんかエレクトーンバカにしてごめんなさい。 あとはねゲーマンヒロンさんはやっぱベートーベンなんですね今日ねベートーベンが一番多かったかなね、交、え、響、ー、曲1番から9番まで全部好きで CD をね聴いているということです王様の耳はコオロゲの耳さんはあのクラシックの話題はほんのちょびっとでやっぱ昨日のあの東京ヤクルトスワローズの 阪神戦であのランナー2、3塁で1塁に間違えて牽制球投げちゃってそれが決勝点になって負けたというマクガフの話ばっかり <laughs> でも王様の耳やロギの耳さんはそれででいいんです、ねんえー、お岡山の瀬戸ちゃん、ね水戸にまあ、瀬戸ちゃんって今、岡山住んでますけど水戸に昔、住んでた頃に、えー、北見町でいいのかなこれバイオリン教室に通ってました。 男性の厳しい先生で泣きそうな感じで教えていただきましたとバイオリンはいまだに実家にありますじゃあ岡山の瀬戸ちゃんと恵子ちゃんとで、ね、みんなでバイオリン練習しましょうねいかに難しいかっていうのを人に知らしめ,知らしめたい、えー、ピョン吉さんはね「新世紀エヴァンゲ,ルゲリオン」のアニメを見てベートーベンの歓喜の歌「まあ、大工とか「パッフェルベルのカノン」 G 線上のアリアを好きになったという、まあ、きっかけは何でもいいと思うんですよね「うん、ねドラゴンクエスト」だっていいしね「アイラブ・グレック」さんは我が家も子供たちが弾か,な弾かなくなったピアノがかわいそうに荷物置き場になっています財津一郎さんのピアノを売って「ちょうだい」の CM が流れるたびに「うん?」と思うけどやっぱりなくなると寂しいしと、うん、いやこれダメですよねあの取っといてあげてください、まあ、あのお子さんもね実家に帰ってきた時に弾くんじゃないですか ジョニーさん、えー、運転するときにクラシックをかけると、贅沢な感じというか、金持ちになった感じがする、<laughs> 金持ちになった感じはしないけどね、うん、贅沢な感じはするけど、金持ちになった感じはしたことないけどな、ジョニーさん、面白いね。あとは、りょうさん、アマデウスという映画を見て、モーツァルトのね、えー、ことに興味を持ったと、また見たくなりましたと、えー、そしてユッキーさんは、トロンボーンやってたのね、さっきのほら、 審判と一緒ですね。草野球の審判と大学時代の OB 演奏会での本番中同じパートで隣に並んだ先輩が最終楽章のラストで何やら譜面をあさりつつ焦っている様子どうやら一番最後の譜面を忘れてきたらしく顔面蒼白それでも意を決して勘で演奏し見事に演奏しきったというこのエピソードは今でも飲み会で盛り上がる鉄板ネタとなっていると。 はるかビックリスティンさんはスイートボックスの「e v e r y t h i n g i s c o n n a b e l i これね、やっぱり一番今日のテーマに一番合ってたリクエストだと思います、スイートボックスのね、うん、これ、G 線上のアリアをモチーフにしたサンプリングした曲でね、スイートボックス大ヒット曲ですよね。いや、そんな中ですね、いきますか、今日の、えー、メール対象ですが、今日はですね、えー、 これ、まさかの、メール対象、V2、山爺さん。 え小学校4年生の時学校行事で生オーケストラを聴いた時のことです生オーケストラを聴いたのは後にも先にもその時だけです当時住んでいた東京の下町からほど近い上野の大きなホールで見たこともない楽器の数々かっこいい指揮者体に感じる音の振動などその感動を今でも鮮明に覚えています演奏曲の中ではウィリアム・テル助曲が耳に残ると、ね、あまりにも感動したので、えー、母親に バイオリンとか何か楽器を習いたいと告げたところ母親が「バイオリンはな山手の人がやるもので下町にはないんだよ姉ちゃんのオルガンでも貸してもらえなとか言ってました <laughs> えーその後しばらくして母親も悪いことを言ったと思ったのかクラシック全集なる LP レコードを数枚購入してきましたが ただ当時自宅にあったプレイヤーはモノラルのコンパクトなものでしたので残念な音しか出ませんでしたって <laughs> まあでびっくりするってバイオリンやりたいって言われたらね <laughs> お母さん今でもこのこと覚えてんのかなもしかしたらね山爺さんがその時バイオリンやってたらね博士太郎になってたかもしれないのにねはいやばい2週連続で壺 <laughs> に来ました さて、えー、ではね今週いただいた方々を紹介していきますねバスコゾウさん、シカちゃん、エリア51さん、平凡ファミさん、ケイコちゃん、横横さん、マユさん、カエル家来さん、ガッちゃんジョニーさん、リョウさん、ユきキーさん、はるかビッグリスティーンさん、群馬のピョン吉さん、デリさん、岡山の瀬戸ちゃん、アイラブ・グレックさん、カイ君のおばちゃん、ゲイマイ・ヒロンさん えそして王様の耳はコオロギの耳さん山爺さんルンルンルミちゃんザナイツさんに小タツ猫さんどうもありがとうございました。来週はねもう実はテーマ決まってまして来週のテーマはちょっと僕がですね本当久しぶりに兄貴と呼べる呼んでいる人呼ぶ,呼ぶべき人というかまあそのお世話になっている人30年ぶりで飲んできたという。 すごいいいことがあったので来週のテーマは兄貴とか、まあ、実際の兄貴でもいいんですよお兄さんでもいいし姉貴、お姉ちゃん兄貴的存在兄貴分な感じでいきたいと思います、まあ、またね、あの詳しくはあの、えー、テーマの番組のブログをねアップしますけれどもね、はい、さあ、今日ね、出ていただいたあ選手乾孝也選手、まあ、乾選手もですね えー、兄弟うだで、ね、頑張っている選手です、ね、背番号28番ディフェンダー1 8 7センチぜひ皆さん応援してくださいね、はいえー、ホーリーホックは、えー、今15位連勝が欲しいですよね、はい、さあということで今日はですねこの後六本木の結婚式場で、えー、打ち合わせがありますんでもう寝てらんないもうこのままあのー、ミンミン打法を飲んで 一気に行きたいと思いますんでね皆さんも熱中症、残症気をつけていただきたいと思います今日も本当にありがとうございましたまた来週お会いしたいと思います青木幸太郎でした